ちょ待ってる。え、ちょ、これ何これ。ちょ、待っとるよ。お前とりあえずこれサインせ。これおい、書け。ちょ、何すか。これもうこれサインせ、契約書書いてるから。ちょ、これ何、負け。誓約書や。書いたら見てな、分かるやろ。え、分かんない。え、何すか。だから読むな。はい、はい、宮本優也との誓約書。はい、私映画守るは以下の事項について誓約します。お前がな、書かなあかんじゃん。なんでこんなんせなあかん。じゃだから読む、まず聞け。友達との仲やのにこれ崩れるやん。読めよ。何崩れるとかじゃなくて読むからな。聞いとけよ。今後一切チャンネルガードマンメンバー MY、 俺のことやな、うん、の母について誹謗中傷しません。うん、マル1な、はい、で、マル2、上記の内容を破った際には賠償金として2兆円をあなたに、お支払いさせていただきますと。で、マル3ラストね、上記の金額が即時に支払うことができない場合は1日 10% のリスクを加えることを承諾いたします。これかけ2000億円やん。1日2000億超えるやん。もう住所と名前と氏名と日付書くとこあるから、もうそれになると名前とサインと。で、これお前お尻になって、で、左の人お前それやばいで。何がやん。お金言ったら、金額言ったら、うん、もう恐喝やんな。うん、やれ。恐喝やろ。恐喝じゃないわ、俺が恐喝じゃん。だからっすね。そう、だから俺も恐喝されてるからさ。どこで侮辱罪と恐喝罪と。どこで恐喝したん言って。でも、もう今もほら、恐喝やん。もう怖いもん俺、今正面今。ええ、じゃあお前2兆はやばいやん、普通に。で、それだとどうじゃない、人の心って値段じゃなくない。値段つけてんのお前やん。そう、だから俺も値段つけてきたのお前。パッて思いついたのが2兆やったから。もうなんで、なんで2兆って、いつ、どういう感じ思いついたん。だから母のメンタルを考えてな。え、どういうこと。どう2兆あったら多分親のメンタルも回復されるやろうなって。え、どういうこと。なんなん、メンタル的に外出られへんなったりとか、そういうこと。あ、もう、ね、もうな、ボディーガードにアイアンマン5体ぐらいつけようとしてる。2兆ってことは、アイアンマン作って、まあ、5、6体周りに置いてしようと思ってるってこと。うん、それするやろ。あんなに誹謗中傷されてんで、ほんで世間一般で誹謗中傷されてて、街出るたびにやっぱアイアンマン必要になってくるやろ。いきなり刺されることもあんやで。おい、あんなに誹謗中傷されて刺していいもんやと思ってんで、視聴者のみんな。いや、思ってへんでしょ。お前が言いすぎてなってんで。え、これアイアンマンとかマジで作るの。俺が今言ったけど、物を作るつもりやったん。それはもともと作るつもりよな。金額見たら分かるやん。いや、金額生半可じゃないやん。いや、稼いで戻ってこねんなと思ったんで。時間があればね。でも俺はないで、その時間そ残されないからさ。2兆でパッて、もう制作段階で俺もせいさっき2兆借りてるからさ、他の人に返さなあかんからさ。これはもうお前もう逃げられへんで。え、で、逃げられへんとかじゃなく。え、別に俺は逃がせへんで。俺も借りてるからさっき。もうだから2兆の俺借金を作ってる状態にしてるから俺はもう。ああ、誰から借りてるんですか、2兆。その色々な人よ。色々の。何すか、色々って。あやも作ってる人よ。作ってる人はあれじゃないの、映画の人じゃないの。そうよ、その人よ。その人めちゃめちゃ金あるから、まあ他にもつまんでるよ、いろんなとこから。はい、でトータル気づいたら大体2兆ぐらいかなって感じで。でもそれは全部親のために俺はやろうとしてたことやから、まあこうなった原因としてお前が、まあ頭が。でもこれ払いますって契約しちゃうやんな。いや、払いますって書いてるよ、ほら見て。いや、俺が支払いを誹謗中傷しませんやから、俺が山井君のお母さんを誹謗中傷せえへんかったら払わんで。ああ、そうそうそう、それはもちろん。誹謗中傷せえへんかったらお前は言いたくないけど。誹謗ね。誹謗でも死んでるやん。誹謗中傷。もう死んでも出るやん。死んでないお母さんは。誹謗中傷はね。はい。でもお前するから、絶対。うん、いいっすよ。せいしないんで隠す。あ、そう。だからお前は2兆払いたくないって、言えへんかって言いたけやからな。完全に。そうそうそう。2兆払った瞬間言わなあかんで。はい、2兆払った瞬間言わなあかんで。いや、契約内容と話が全然違うんで。言った瞬間2兆払わなあかんで。はい、言ってるから。あ、はい。え、ペンあるの。ペンあるよ。あ、書け。書いていいっすか。全部書け。今日何月何日。6月1日でいいわ。なんだ
え、6月ヒッピー？誰がヒッピーやねん。あ、もうやったな。あ、2兆、お前払え。いや、まだ契約しない。もう契約、巻いてる巻いてる巻いてる、6回、ま、お前やったな。巻いてないし、サインもしてないし、しかも、これあれっすね、1やったら、俺1までに撮った動画でいじってたら俺悪いことになるんで無理っすね。あ、ほんじゃ別に、今日何日や、うん、今日の日付が分からん。11って書けよ。で、12にしていいっすか。なんでやろ、もう今日言うつもりやろ。最後に何でも食べて言おうとしてんねん。住所のとこ地球やったらダメっすよね。もう行ったのかお前な、ボンビータ踏んちゃうね。書けちゃんと、これちゃんと、これほんまに書いてるシーンもこれ全国流すから、これ俺がお前が書いてないって言わせへんからな。これ皆さん、ちょっとでもいじった瞬間2兆なんで発生するんで。よし、印鑑 C でいいやろ。 C 出せよ。いや、あれ最近なんかあったっすか。し、口寄せじゃないんで。じゃあこれ最後にちょっと言っていいっすか。これか、最後に言っていいっすか。うん、何？え、親のことちょっと言っていいっすか。やめといた方がいいで。いや、もうほんま一言っす。あ、それでいいよ。今で、うん、今でごめんなとかそういう見てるからな、こいつ。あ、で、親に向かって言っていいっすか。お母さんに向かって言って。ね、責任を持って子供を産みましょう。そう、生半可。おい、おい、おい、絶対言うな。人の親にも絶対言ったらあかんこと言ったそういう。そのもんは見てみない。悲しませんかいところでこれ言うた。誰だ。あ、すいません。頼むわ。もう起こせよ、早く。え、小指やった。人差し指で、左の。あんま左とか言わんほうがいいで。なんで知ってんってなるから。全員知ってるやろ。普通に押せ、普通に押せ。お、あ、押し方、押し方、お前もやめとけよそれ。その押し方すんな。なんで知ってんって。誰、そう、全面欲しがる、なんで欲しがられてんって。お前なんでそれ言い感じまってんの。なる。サイン、それ普通の人じゃせえへんからな、その押し方。はい、サインしました。あ、したな。はい、これ名前、これと印鑑いただきいて、誹謗中傷したら2兆円です。お母さんことをね、時矢職業所もいたんで。え、それ母って書いてある。うん、母って書いてある。あ、お父さん大丈夫っす。マジか。お父さん大丈夫っすか。母も父や。何それ。もう父って何それ。母も父や、一緒やん、家族や。オッケー、これはこれは兄貴や。兄貴も全部オールジャンル、わかるか。はい、これはもう完璧に、もう完璧に印もらったんで、これしっかりもらったんで、これはもう有効です、この契約書は。俺の親についてどう思う。え、俺の親どう思う。頑張ってるよな、なんか。あ、ガチ頑張ってると思います。うん、すごいよな。はい、リアルにリスペクトあるっすね。リスペクトあるやろ。はい、なんか言ったって、お母さんにメッセージ。それ以外かけることもないっすもん。ほんま、だって俺より目上の人に俺から言う言葉とかあるっすから、逆に俺に助言してほしいぐらいっすね。日頃ほんならいろいろ言ってるから、その思う節じゃないかなと思って。あ、日頃はその動画のエンターテインメントで、そのまあ言うているんで、うん、俺のセリフ一個一個こう決まってる言葉入ってない。決まってないな、全部自由や、フリーや。台本あるんで。ないな。これもないなっていうのも俺言うの知ってました。それで台本あるんで。何が思うんですよ、でも。その番組の。わかんないです、わかんないです。で、お母さんに。俺は人形なんで。俺はただの操り人形なんで。無理やろ。でも今自分の意思で喋っていいんなら、本当に。の意思で喋るよ。はい。なに、あ、2丁。もう今口でやったな。何が、死に損ないって言ったな。言った。はい、2丁。はい、一発目。言ってない。教授2000円買ったら、HG 事故で2000万増えてくからな。2000億ね。うん、2000億ね。ここ、二度と言えへんな。はい、言わないです。あ、
これ意味あるな、これ意味あるな。うん。言ったぞ、お前知らんからな。まだ言ってないですよ、ね、あ、ちょっと言ってないよ、今は別にいいよ。ああ、これで次から動画がちゃんとできるな、家族のために。はい、よかったっすわ。よかった。この契約書、今後ちょっと大事にさせてもらいますね。今後じゃあ、ガードマンのお母さんの悪口、誹謗中傷な聞くことはもう当分ないと思うんですけど、それはもう僕のためと思ってください。あ、わかりました。すいません。最後一言だけ言っていいですか。うん。それ、効力ないっすよね。効力あるよ、もう。なんで、何言うぞ、さん。え、一回聞いてみろ。え、大丈夫っす。うん、大丈夫か。はい。うん、そうやったらいいよ。これでせっかく、これでもう全て整ったな。これずーっと俺やりたかった、巻きたかったん、これだけ。あ、よかったです、俺も。うん、これでええわ。はい、無事来ますね。なんてお前今言った。でも言ってないやん。なんで、なんて言ったかだけ聞かせて。アパートで死ねた。ああ。もう別に2丁いらんわ、お前も。刑務所入れるわ。うん、そっちが早い。いや、2丁なんか。もう豚箱入れる。お前だけは絶対豚箱入れる。うん。もうアパートでエリザベス食ってるしね。